小松市は宮橋市長が F-15 戦闘機におよそ1時間体験搭乗したと発表しました。ただし戦闘機に乗ることは小松基地の要請で事前に明らかにされていませんでした。広報秘書課によりますと、事前の身体検査や低圧訓練などを先月11日に埼玉県の入間基地で受講したということです。小松市の宮橋市長は、いろいろな方が関わって飛行訓練が実施されていることを改めて知るいい機会となったとコメントしています。